皆さんこんにちは。日本好きのカメルーンの YouTuber のコンボさんが話題になっています。日本からの DM で日本語を教わり練習してみるものの、どこかおかしく、それがなんとも面白い動画となっていたり、本田望結さんが大好きでカメルーンから呼びかけてみたりもしています。そして最近では中日ドラゴンズの立浪和義監督いじりで味を占めたことで、一気に日本での知名度を広げています。今回そんな日本好きのカメルーン人 YouTuber のコンボさんは一体何者なのか紹介していきます。まずはコンボさんのプロフィールを分かっている範囲で紹介していきます。名前コンボ、年齢不明、仕事養鶏場をやっている、出身カメルーン、住んでいるところカメルーンの隣国のチャド在住、家族不明、好きな日本人本田望結、立浪和義。いつも楽しそうに村の中を走り回っているコンボさんはきっと村の人気者なのでしょう。カメルーンの人がみんなこんなに陽気なのかは分かりませんが、通行人へのインタビューでもすぐ仲良くなっています。コンボさん自身の家は門や塀もあるしっかりした建物で、中も広いようなのでカメルーンの中では裕福なのだと思われます。天皇陛下に会ったことがあるとも言っているので、有力者なのかもしれないですね。コンボさんが YouTube を始めたのは村で七面鳥を飼って暮らしを良くしたいためのようです。もともと飼っていた七面鳥が死んでしまい、新たに購入するお金がないので支援を呼びかけていたようです。そして国境を越えて支援が集まり、見事目標を達成したそうです。支援金は庭に電気を引き込む工事、ヒナの保温器の設置等の設備投資や飼育費用に充てられたようです。ちなみに七面鳥は麻生太郎と呼んでいるそうです。家族で愛を注いだ麻生太郎が14匹全員が死んだ際には悲しみに明け暮れていたようです。そんなコンボさんはどのようにして日本での知名度を上げていったのでしょうか。コンボさんがツイッターを始めたのは2022年の11月頃からでした。突然、すべての出会いに感謝、すべての水の井戸に感謝などと日本語で書いたメモ帳を投稿し始めた。その後も日本語で書いたメモ帳の投稿を続けていました。日本語は SNS でつながった日本人から DM で教えてもらっており、弥生県レモンサワー1杯90円で勝利のほか、サッカーワールドカップで解説の本田圭佑さんが号泣サポーターを見て突っ込んだ、ちょまだ泣くの早いてなど流行もマークしています。そして12月にはワールドカップの日本戦をテレビ観戦している様子が見受けられました。そしてワールドカップがきっかけでサッカー好きな本田望結さんを発見し恋に落ちたようです。そこからというもの、本田望結さんからの返信が欲しすぎるがあまりにあの手この手でリプライを送り続ける日々が続きます。ツーショットで本田さんと同じポーズの写真を載せてみたり、本田さんの投稿を真似してみたりと様々な投稿を試みます。毎日おはみゆと連発投稿しており、彼女の返信があるまで私は頑張るつもりですよと語っています。ここから本田望結さん大好きな謎のカメルーン人として徐々に日本での知名度を上げていきます。しかし本田さんから返信が来ることはなく、コンボさんは頭を抱えていました。するとフォロワーから鈴木福さん経由でアプローチするよう伝授されます。コンボさんは今度は鈴木福さんにも怒涛のリプライ攻撃を仕掛けることとなりました。完全にただの本田さん大好き外国人と化したコンボさんでしたが、3月の WBC をきっかけに野球という文化と出会います。コンボさんの国には野球の文化がありませんでしたが、ツイッターで突如日本がトレンド入りしていることに驚き、 WBC の存在に気づきます。そして優勝した日本代表へ祝福の言葉を送っています。その後もコンボさんは溢れる本田さん愛と DM で日本人から教わった日本語を定期的につぶやいていました。そして問題となったのは9月16日の投稿でした。コンボさんは皆さんいつも DM で日本語を教えてありがとうという文章とともに、14日に阪神が優勝したことを受け、阪神にまつわる語録を投稿します。あれ、A victory or occasion when you win a game competition エトセトラ。しかしなぜか再開の中日の立浪和義監督にまつわる単語も登場し、立浪デビルという表記がなされていたことで返信欄にコメントが殺到します。デビルじゃなくてマフィア
デビルは言い過ぎ、グッドプレイヤー、アウトにしてあげてと返信が相次ぎ、大喜利状態になっていました。誰だよ教えたやつ、何を吹き込んでんねんとのツッコミをはじめ、悪質な嫌がらせ、悪いことを教える日本人がいるなとの声が上がりました。コンボさんに立浪監督のイメージを尋ねると、彼は悪い人なのか私にはわからない、しかし悪魔マフィアと言われる理由があるはずですと説明しました。その後もコンボさんは、日本で何かと話題に上がっている中日ドラゴンズ関連の騒動を積極的に取り上げており、中日ファンをはじめとした野球ファンからの支持を集めています。中日の亡命問題や米騒動についても触れており、立浪はアフリカに亡命して農業をやればいい、土地もあると呼びかけています。You come to Africa very soon. I just want you to leave. Your coaching job, your team is just losing. I don't know what's wrong with you. Just leave. Your coaching job is not good for you. Come to Africa. I know you can do agriculture. I know. Do you know that when you say that you should not eat rice, there's been rice surplus in Japan. Thank you for saying that because there's been surplus. 当初は言われるがままに立浪監督のことを投稿していただけですが、やはり流行を抑えるリサーチ力はさすがなようで、立浪監督や中日ドラゴンズをいじれば日本で受けるということを理解したようです。最近では立浪監督や中日ドラゴンズを意図的にいじる投稿が増えました。日本球界では立浪監督をいじるのは最大のタブーとされてきたので、何も知らない外国人がそのタブーに切り込んでいく様も受けているのでしょう。YouTube でも中日ネタだけが群を抜いて再生されており、先日亡命をしたレビーラ選手を自国で捜索する投稿も人気を集めています。そして10月10日には中日ドラゴンズ関係者から連絡が来ましたというタイトルの動画が投稿されました。立浪監督と生電話をするという内容でしたが、さすがに立浪監督はご立腹の様子でした。しかしこれだけ話題になっていれば、すでに中日関係者の目には入っているでしょう。また動画内では罰走の話題にも触れており、中日の話題をしっかり抑えていることがわかります。そして完全に日本での人気をつかんだコンボさんは、本田望結さんの投稿へ送った返信が本田望結さんの投稿以上にいいねがついてしまうという逆転現象が起きています。さすがにこうなると本田望結さんもコンボさんのことを認知していることでしょう。果たして念願の返信をもらうことはできるのでしょうか。そんなコンボさんには夢があるそうです。村人たちの働き方を良くすることだそうです。ほとんどの村人が1日10ドルも収入がないといい、みんな畑のような現実作業です。メディアで収益を得る人がいないので、私が新しく道を作りたいと思う。私は X と YouTube を必ず収益する未来としました。コンボさんは立浪監督をネタにするようになってから、 X でのフォロワー数や YouTube のチャンネル登録者数は右肩上がりです。この目標も遠い未来の話ではないでしょう。中日ドラゴンズは壊滅的な状況ですが、立浪監督は思わぬ形で一つの村を救おうとしています。なんて素敵な話なのでしょうか。来季こそは中日ドラゴンズを救う活躍を見たいものです。そしてぜひどこのテレビ局でもいいので、コンボさんを日本に招待してあげてほしいですね。コンボさんは村を救い、そして念願の本田望結さんとご対面することができるでしょうか。今後の活躍に注目です。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。